大隅大道は、日本の競争馬主な価値案はデイリーハイ2歳ステークス、ノジキクステークス、白百合ステークス。馬名の由来は、冠名大道。2006年6月18日、京都競馬場、芝1200メートルの新馬戦でデビュー。竹豊騎機場に加え直前の調教内容から、単勝1.2倍と圧倒的な支持を集める。レースは、 コースタートから、スピードの違いで花を奪って、自らのペースに持ち込み、タイムこそ平凡だったものの2着にコ馬審査で勝利を収める。初勝利後は、約3ヶ月間自給車で調整を続け、2戦目は、中京競馬場、芝1800メートルのノジキクステイクスに出走する。一気に600メートルの距離延長のここでも、単勝1.2倍の支持を集める。 初戦同様花を奪いそのまま2着に2場審査をつけに、連勝を飾る。3戦目は、暮れの朝日杯フューチュリティステークスの前哨戦となる、デイリー杯2歳ステークスに出走。重賞のここでも、単勝1.3倍の支持を集めた。ここまで2戦と違い控える競馬で道中は、終始かかり気味での追走となるが、最後の直線残り100メートルで先頭に立ち2着以下の、 混戦を尻目に3連勝を飾る。4戦目の朝日杯ハイフューチュリティステークスでは、ここまで主戦騎手を務めてきた、竹豊が同日に開催された香港国際、競争に、騎乗のため、オリビエペリエに乗り換わることとなった。それでも、単勝2.1倍の一番人気に支持された。レースは他に逃げる馬がおらず、押し出されるように鼻に立った。 道中は終始外へ外へ逃げる形になり、いつものスムーズな走りが見られず、最後の直線で2番手に交代、一瞬差し返す勝負根性を見せるが、最後は、外から飛んできた勝馬ドリームジャーニーにもかわされ3着に、敗れた。しかし、この時左頭骨炎異端骨折を発症していた、ため、いつもの伸びを欠いていたものであった。骨折休養後は、NHK マイルカップで復帰を果たす。 休養明けにもかかわらず、2番人気に支持された。レースでは、スタート後から、戦闘集団に取り付くものの、直線で伸びをかき12着に敗れた。その後は、当初予定していた東京優春には出走せず、前日の白百合ステークスに出走した。他の馬よりも重い負担重量58キロを背負う、ことになり、そのあたりも影響してか一番人気は、名称レガーロに譲った。 レースではスタートから逃げに出ると、4コーナーでは差が縮まり、そのまま馬群に沈むかと思われたが、後続の追撃を振り切り、見事に復活勝利を収めた。しかし、6月26日に、前回の骨折箇所である、左前膝に骨膜炎を発症していることが判明し、その後療養することとなった。休養後初戦は、京都金牌。しかし、14着だった。 その後国ら対象点では4番人気に支持され、積極的に前で競馬をするも参考なあたりで失速して、ブービーの15着だった。続く、半球杯では14着、休養を挟んで出走した初のダート競争である、エニフステイクスでは12着、続く、室町ステークスでは、ブービーの15着、オールカップでは11着、ディセンバーステークスでは、しんがり負けの11着、 2008ファイナルステークスでは、ブービーの17着と大敗が続いた。この年デビュー以来管理してきた、長教師の中尾氏が2月28日をもって引退することを受け中尾秀正級者へと移籍した。長期休養を終えて、強楽ステークスで復帰、道中逃げる者の直線で交代して6着に終わった。続く京阪杯では終始後方のまま14着と大敗した。続く、 終わりステークスでは2戦2勝と相性のいい中京コースということで久々に3番人気と上位人気に支持され高位追走も伸びきれず9着に終わった。この年の初戦は東風ステークス。10番人気と低評価だったが4着と久々に掲示板を確保した。続く名ステークスでは2.3番手追走も直線で1敗になり7着に敗れた。 ヨナゴステークスでは先段追走も直線で失速し16着と大敗した。ヨド短距離ステークスから指導、道中逃げる者の,の直線で交代し10着と大敗した。その後、3月18日付で中央競馬の登録を抹消し、そのに移籍した。 遺跡初戦となった12月1日の西宮エベス産の酒特別に出走するも、故障発症し競争中止。その後、競争場を引退した。引退後は、土佐黒塩牧場に引き取られ、余生を送っている。ありがとうございます。